ゃあ最近の新しくできてる、もしくはこれからできる蒸留所の情報をお伝えしていきましょうか。はい、最近の、まあ、大きなニュースだと外資系企業ですよね。アメリカの IJW という会社が北海道の千歳にウイスキー蒸留所を作るっていうニュースが流れてました。どうやらアメリカのボトラーズなのか、まあ、樽を抱えている企業なのか、そこがバーボンの、まあ、有名な蒸留所の蒸留責任者を引き抜いて、で日本でウイスキー蒸留所をやろうと、そんな感じらしいですね。規模的に余市をさらに超えてくるらしいので、すごいですね。はい、千歳のところに行ったらもう工事とかが始まってたりするんですかね。さすがにあれの土地を取得したっていうニュースがこの間出たばっかりなので。あ、どのぐらいの大きさなんですか。何ヘクタールって書いたかな。16万5千平方メートルを取得したと。それってもうわからない広さなんですけど。わかんないですよね。来年の春には意識蒸留所が建設される。いや多分難しいと思うんですけどね。2024年末に創業開始を目指している。相当突貫工事ですね。あの規模で突貫工事、すごいですね。ちょっとね、何とも言えないんですけど、美味しいウイスキーができるんですけどね。そうですね、まあ、可能であれば外資系とはいえ、その土地の人たちの雇用とかも経済が回ってくれると、うん、日本としては嬉しいなっていうのはありますけれどね。千歳空港近いでしょ。だからもう作って日本に降ろさずに空港でそのままピューンっていうなんかってなると、なんかちょっと寂しいなって思ったりしますけど。そうですね、まあ、そういうことももしかしたら考えられますよね。やっぱりアメリカ企業が日本でウイスキー作りをする目的とか意味とかっていうのは何だろうなって思うと、日本のウイスキーが世界的に人気で半数は海外に輸出してるっていうのが現状ですから。そうですね、そう考えるとね、アメリカ企業も日本でジャパニーズウイスキーを作って海外にどんどん売っていきたいっていう、そういったビジネスモデルを作ろうっていうのは、まあ当然予想できちゃいますよね。はい、そうですね。あとはどのくらいの値段で販売していくのかとか、どれぐらいの味になっていくのか、モルトウイスキーなのかグレーンウイスキーなのか、アメリカ式だとバーボンになっちゃうんで、はい、グレーンが、ね、メインになってくるのかななんて思いますけど、今後要チェックですね。そうですね。主要ウイスキー蒸留所の最新動向を確認していきましょうか。はい、サントリーさんはもうあれですね、100周年っていうのが一番のビッグニュースですけど。そうですね、100周年だけに100億円100億円を山崎蒸留所と白州蒸留所ですか。はい、そうです。投資して設備をさらに強化していく。我々今週末山崎蒸留所予約してるんで見学行きますけど。はい、改修前でね、ギリギリでした。よかったですね、本当に。5月以降は見学行けませんから、皆さんも4月末までにそうですね、山崎蒸留所、はい、白州では行かれた方がいいです。あとは日華、はい、日華ウイスキーも、まあ、直近じゃないです、結構前に設備投資大規模にやってましたよね。うん、やってましたね。うん、日華に関してはしばらく前からヴィンテージものがなくなっていって、うん、もう竹鶴も余市も宮城京も全て今ノンヴィンテージですよね。そうですね、この間余市10年がちらっと出ましたけど、ちらっと出ましたね。継続はしなさそうですもんね。そうですね、この辺の、ね、復活が出てきてほしいなと。新商品として今月リリースされるのが日華ザグレーン。これはグレーンって言ってるぐらいだから宮城京ですよね。そういった、ね、新商品は出してくれるんですけど、うん、ヴィンテージの復活を楽しみに待ちたいところですね。そうですね。あとは、まあ、キリンでいうと、先ほどもちょっと繰り返しになりますけど、ともとは富士山麓が交際金メインブランドが富士になり、はい、この間まではあれですよね、シングルグレーン富士が出て、シングルブレンデッドジャパニーズウイスキー富士になり、うんうん、で今度がシングルモルトジャパニーズウイスキー富士なんですよね。富士なんですけど3つあるみたいな。そうです、ちょっと分かりにくい。分かりにくいですね確かに。まあちょっと味がどうなってるかぜひ確認したいです。秩父蒸留所、第二蒸留所ができた、うん、去年です。第二蒸留所が、まあ、大規模な蒸留所になり、はい、これから多分生産量はどんどん増やしていって、うん、まあ、3年4年とかになれば
もっと多分流通数増えてくるんでしょうね。でそうですね、うん、あとはまあ噂レベルですけどもう一個蒸留所やるんじゃないかみたいな情報は噂では聞きますけどね。でももう秩父蒸留所はもう世界的にもね人気でサントリー日課に次ぐブランドになってますから、どんどん作って売っていきたいっていう思いを感じますね。そうですね、うん、次紹介するならおぼう酒造、はい、新しい情報っていうのはないですけどしっかりコンスタントに商品のリリースが続いてますね。そうですね、直近がつぬき。そうですね、つぬき2023でしたね、うんうん、これかな。違う、手に取ったのは蒸留所限定でしたこれかな。あ、そうですね、これですね、続き2023、なんでか分かんないですけど駒ヶ岳とかつぬきとかマルスウイスキーって流通数も多いんでしょうけど割と低価で入手しやすいっていう気がしますね。そうですね、うん、家飲み用に欲しいぐらいですよね。いや本当に、そしてあっけし蒸留所、はい、新しくリリースした、うん、まさにそれ、はい、啓秩ですよね、これはまあ直近先月か、先月ですね、先月末か、うん、啓秩が出て、はい、二十四節気も第10弾すごいですね、はい、で今思い出しましたけどこの動画も10回目なんですよね。お、記念すべき10回目。そうだそうなんですよねすごい。でもあっけし蒸留所はもうできてから、ま、もうすぐから追いかけてますけど何がすごいってやっぱりウイスキーって製造すると樽を貯蔵しなきゃいけないので、はい、貯蔵する場所が必要になるじゃないですか、はい、比較的ウイスキーってこう蒸留棟が注目されますけどやっぱ熟成庫の数がもう年々やっぱ増やさなきゃいけないので、はい、今もう第5熟成庫第5まで行ってて、まあ、おそらく第6とかも視野に入ってると思うんですけどもう貯蔵庫の数がすごいなっていうのは前回あっけしを訪問した時に思いました、ね、断熱式もあればラック式もあってどっちもあるんですね。どっちもありますね、はい、で貯蔵数のが半端ないですよね、あのやっぱ貯蔵されてる状況を見るともう未来しかないです。すごい最新のラック式になってますよね。トヨタが作ってたかな。あ、トヨタ、トヨタはやっぱそう倉庫とか、そういうところの設備をすごく作ってるみたいなので、あとはこれも噂ですけど厚岸も第二蒸留所を作るんじゃないかっていう噂は結構前からありますね、ウイスキーガロアなんかでも豊田社長が話してましたけどそれがいつ頃実現されるのか要チェックです、そして鹿之助ですかね、はい、鹿之助も2016年から始まって途中でリアジオとの資本提携か、はい、始まってでそこから、まあ、さらにこう飛躍していってる感じありますよね。そうですね、この間リリースしたのがレギュラー商品。あ、これじゃないですか。あ、これかこれですね、はい、シングルモルト鹿之助、これがね値段の割にすごく品質いいですもんね。いいですね、美味しかったですね。あとラベルかっこいいんですよねこれこれはメローバーからの眺めなんですかね、やっぱね。あ、って言われてますね、はい、蒸留所の見学が終わった後のレストランみたいなところで見える景色、眺めと言われてますね。やっぱ他の蒸留所のラベルが大体漢字じゃないですか、はい、鹿之助だけ唯一アルファベット表記 で、でパッケージデザイン、ラベルデザインもこうシンプルな、すごく差別化されてて、目立ちますよね、そうですね、やっぱ目を引くラベルになってはいますね、すごく。で瓶もオリジナルの瓶ですね、瓶までなかなか注目して見てるその消費者の方いるかどうか分かんないですけど、まあ、結構この中でもオリジナルの瓶がいくつかある中で静岡とサブローマルは通常の瓶というか型番がある、型番がある瓶ってことですよね、で特注で作ってるオリジナルのボトルの方はやっぱりブランドイメージとしてはすごくイメージが湧いてきますよね、定着してきますよね。そうですね、あとやっぱりどうしてもこのバックバーに並んだ時に形が違うだけで人目を引くっていう風にもやっぱり一役買ってると思います。やっぱりこの後ね、そのディアジオの影響で鹿之助がどう動いていくのかっていうのも気になってますね、そうですね、あと静岡か、静岡蒸留所これからリリースが1本ありますね。この間が日本のモルトだけしか使わなかったのに対して、はい、
今回はポットスチル系の純外国産大麦お初版ってやつだ。それが出るみたいですね。そしてサブローマル蒸留所、はい、こちらは生産量を増やしてるらしいです。もともとは年1回だから日本酒作りをしない時期にウイスキーを作ってるっていう話でしたよね。それがだんだん生産する月を増やしていって、ウイスキーの多分生産量も増えてると思うんですよね、まあ、そうしないと本数が足りなすぎてニーズに応えられないっていうのはあるんだと思うんですけど、まあ、そうですね、サブローマルも結構コンスタントに出してますもんね。そうですね、今が最新がサブローマルセカンド、はい、あとこの間出たのがあれかセカンドのスパニッシュオーク、こういうのをねちょこちょこやられるから結構バリエーション的には多いんですよね。そうですね、これも色にびっくりしましたね。いやそうですねシェリーダルじゃないんですよね。そうですね、確かこれシンダルを使ってる、シンダルですね、はい、シンダルのスパニッシュオークだから スペインのオークを使ったシンダルで、はい、ウイスキー熟成させるとこういう色になると。そういうことになりますね。いや不思議ですね。不思議ですねアメリカンオークとかだとねこんなに色出ないですもんね。そうですね、やっぱり薄い、元はバーボンの樽によく使われてますけど、やっぱ金色に近い色になりますね。そしてユザですね。ユザですね、はい、ユザの最新動向は全く分かりませんっていう。そうですね、分からないですねもうちょっと情報をいただけると僕らもそうですし、はい、消費者の方々も次に向けて準備はできるんですけど。そうですね、ワクワクしますもんね発売の情報も直近にならないと分からないですから、うん、一応、まあ、2本しか出てないですけど、2021、2022っていうふうに1年に1本は最低でも出しているっていうことになるんですかね。あじゃあそろそろですかね。どうでしょうね。2023バーボンで来て、最初がバーボンダルですよね、はい、第1弾で、第2弾がバーボンダルとシェリーユイだったはずですよね。そうですね、次は何でしょうね。ピーテッド違うかな、逆にシェリーか。あー、どちらかというとユーザーって結構こうモルトの味をキンキンに前面に出してる、すごいガツンってくる感じのものが多いですもんね、そこにシェリーの甘さっていうのもまたちょっと面白そうですね、主要な蒸留所の最新動向ってのはそんな感じかなと、ですね、じゃあ次に行きましょう。はい、ここで、まあ、世界が築いてきてるフェイクジャパニーズウイスキーについてもちょっとだけ言及しておきたいなと思うんですけども、フェイクジャパニーズっていう言葉で伝えましたけど、どういう意味だと思いますか？純国産ではないことが明らかになっているもののことを、フェイクジャパニーズというのかなというふうに思っています。そうですね。もう少し具体的に言うと、まあ、海外のウイスキー原酒を仕入れてきて、で日本で瓶詰めして販売するもので、それ自体は決して悪いことではないですね。実際にイチローズモルトのホワイトラベルなんかもそうですし、祝いなんかもそうですよね、でこういった海外の原酒を輸入してブレンドして、日本のウイスキーとか、まあ他のウイスキーとかとブレンドして販売することは決して悪いことではないです、ただそれをしっかりラベルに表記してるかしてないか、それをあたかもジャパニーズウイスキーかのようにラベリングして販売している、それが僕らのこういうフェイクジャパニーズっていうものになるんですけども。そうですね、まあ、残念ながらうちのお店には1個も置いてません、なので紹介できませんということで、はい、写真でねちょっと紹介できればと思うんですけど、よくなんかウイスキーでの、ね、SNS とか見てると皆さん結構勘違いして、海外で日本のウイスキーだと思ってこんなの売ってますよみたいな情報を発信してる方いますよね。いやそうですね、この間話題になったのが何でしたっけ。鳩崎蒸留所があのジャパニーズウイスキーって書いて出してるのを写真で見つけて、値札のところにはドルだったんですよ。多分海外で写真を撮った方がいらっしゃって、ああこれやってんなってなったのはなりましたけども、あと結構見かけるのはなんか何ですかね、渋い渋いって書いてるやつとか、ああありますね、ありますね、はい、あと確かなこの間なんかはそう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 ありましたね、漢字書いといたらジャパニーズっぽく見えてしまうあるある
なんでしょうね。そんなのをウイスキーのラベルにしないですよね。そうですね。だからもしかしたらね、外国の企業がやってるのかもしれませんし、日本の真剣にウイスキーをやってる会社じゃないところが、儲けのためにやってるのかもしれませんし、やるのは法律違反でも何でもないんでいいんですけど、やっぱり消費者に混乱を与えるのは良くないですよね。そうですね、だからしっかりイチローズモルトなんかはここにワールドブレンデッドウイスキーって記載してますように、まあ、それが実際に味としてね美味しいわけですから、その方が絶対にいいですよね、そうですね。下手にジャパニーズウイスキーって書いちゃうと、飲んで美味しくなかった時に非常にがっかり しちゃいますし、そうですね、それを飲まれる海外の方々が、あ、日本のウイスキーってこんなもんなんだって思われるのは非常に残念ですよね。そうですね。だからフェイクジャパニーズウイスキーをもう市場から、まあ、極力排除していくことが、これらの本格的に正統派なジャパニーズウイスキーのブランドをより高めていくっていう意味でも非常に重要なことですよね。そうですね。あんまりこう他の製品を悪く言うっていうのは良くないとは思いますけど、やっぱりそれを言えるのはメーカーではない第三者である、まあ、僕たちがしっかり伝えていかなきゃいけないんだろうなっていうふうに思いますね。そうですね。今日いろいろとお話ししてきましたけども、はい、この先のジャパニーズウイスキーの予測、まあ、その大手とクラフトがこう今乱立してきてますけど、今後どうなっていくでしょうかね。日本の人たちの舌が肥えてきてると思うんです。なので美味しくないものは売れてこなくなってくると僕は思いますけどね。そうですね。美味しいウイスキーとそうではないウイスキーっていうのがすごく明暗がはっきり分かれてきて、まあ、美味しくないっていう表現がいいのか、安く済ませるウイスキーというか、そういうものがすごく明暗はっきりしてきてますから。でも世界的に見ても今は高級ウイスキーがトレンドになってきてるので、ここに並んでるような正統派な、まあ、それなりの金額の高いウイスキーがさらに今後もフォーカスしていくんじゃないかな、フォーカスされるんじゃないかなっていう気はしてます。でちょっとずつ年々価格も上がり価値も上がっていくと、消費者の方からするとお求めにくくなってしまいますけど、それがジャパニーズウイスキーの世界的な飛躍には必要になってくるんじゃないかなって思いますね。そうですね。これからも日本のウイスキーはさらに価格も上がり価値も上がり認知度も世界的に高まっていくと、はい、そんな予測になりますね。そうですね。今日はあの紹介することに一生懸命でもう喋りすぎてテイスティングを忘れました。あ、してないですね。ちょっとね、飲みたかったですね。いや、それはもちろんいつでもいつでもですよ。じゃあそれはちょっと次回に取っとくとして、はい、じゃあ次回厚岸蒸留所をちょっとフォーカスしたいなと思ってます。慶秩がちょうど 10回目、二十四節気の10回目、でかなりあの本数も出てますので、ちょっとおさらいも含めて厚岸蒸留所の紹介を改めてしていきたいなと思います。はい。